ドミノ理論のイメージドミノ理論とは、ある一国が共産主義化すればドミノ倒しのように隣接する国々も共産主義化するという冷戦時代のアメリカ合衆国における外交指導者が唱えた理論である。実際に起こった現象については、ドミノ現象と呼ぶ。転じて、一度ある事件が起これば、次々と連鎖的にある事件が起こるとする理論全般を指すこともある。ドミノ理論は、 1954年にドワイト・ディ・アイゼンハワー大統領とジョン・フォスター・ダレス国務長官によって主張された考え方に端を発する。ドミノ理論は冷戦時代のアメリカ合衆国の外交政策決定に関わる人々の間で支配的な考え方であった。アメリカ軍によるベトナム戦争への介入の正当化にもこの理論が用いられた。 アラブの春におけるドミノ現象を描いたカルロス・ラトゥフによる風刺漫画、チュニジアの政変がアラブ世界に波及していく様をドミノ倒しになぞらえた。1848年革命を引き金としたヨーロッパ各国における連鎖的な国民主義の勃興によるウィーン体制の崩壊侵害革命に始まり、第一次世界大戦の末期から終結直後に、 相次いだ革命による君主制国家の崩壊第二次世界大戦の終結直後に相次いだ東南アジアのイギリス領、フランス領だった植民地の独立1960年以降に相次いだアフリカのイギリス領、フランス領だった植民地の独立2011年にチュニジアで起こった民主化がエジプトやリビア、バーレーンなどアラブ世界に波及し 長期独裁政権の打倒や弱体化につながったアラブの春ドミ,ドミノ理論ドミノ理論コトバンク聖戦版日本国語大辞典2019年6月13日閲覧ドミノ理論ドミノ理論コトバンク大辞林第3版2019年6月13日閲覧 HR レン暴力についてミスズ書房、2000年 P23 ドミノ理論、ドミノ理論。コトバンク。百科事典マイペディア。2019年6月13日閲覧。朝日新聞、再録、シンポジウム。2012年、アラブの春とパレスチナの行方から、朝日中東マガジン3チアーズホーザブッシュドクトリン、ヒストリーハズビガンツースピーク、アンドイットセズザット。 アメリカメイドザライトディシジョンツーインベイドイラクタイムマーチ72005オルソーポステッドバイファンデーションフォーザディフェンスオブリマクリシスマーチ132005アンアラブスプリングフーバーダイジェストフーバーインスティチューションスプリング2005ザオンリーアプローチスーソルビングザプロブレムオブセーフティーインエワールドオブイスラミックアラブラディカリズムイズツー Change the culture of the region.A year ago people were saying that was.A utopian dream.History is beginning to show that it is not.The Arab Spring continues in Lebanon.townhall.com April 1 2005ありがとうございます。